釜石大観音から望む湾口防波堤釜石港湾口防波堤は岩手県釜石市釜石港に存在する津波防波堤5.6メートルの津波に対応する構造を有している釜石港では過去に3度の大規模な大津波災害が確認されている一つは1896年の明治三陸沖地震二つ目は1933年の 昭和三陸地震、そして1960年の地理地震、それぞれにおいて大規模な津波被害による土地、家屋の浸水が発生したこの教訓と三陸地方沿岸で相次ぐ津波災害に対処するため国の直轄事業として1978年により津波防波堤の建設に着手。2009年3月に完成した。釜石湾の暗行部を北北西から南南東へ 横断している北る北堤と南堤の2本からなる防波堤は最大水深63メートルの海底から軽算工法により立ち上げたもので2010年には世界最大水深の防波堤としてギネスブックによる世界記録として認定された海底にステイシマウンドを造成した上に軽算を設置する混成堤である中央の開口部を挟んで 北つつみと南つつみがあり、末端部に小舟通りをそれぞれ備える。北つつみと南つつみは、浅部と深部に分かれており、さらに、北つつみは浅部、深部、南つつみは浅部、深部とコ区を分けて施行された。コ区の番号はそれぞれ陸上側から振られている。浅部は、通常の区系系村であるが、北つつみ深部の3区と4区、 南津津深部の4区の一部については、水面下マイナス32メートルに軽損を設置する必要があることから、大水深に対応できる大型軽損とされた。前面には、防波堤の反射波による漁業被害を防ぐため、斜め入射波にも対応できる二重横コスリット式の遊水室が設けられている。開口部の軽損には、 後期短縮とクレーン船の能力による重量制限のため、鉄筋コンクリートと鋼材を組み合わせた構造のハイブリッドケーソンが採用された。湾工防波堤建設のため、防波堤北側の湾内に泉作業基地が建設された。泉作業基地には生コンクリートプラントが設置され、根固めブロックやケーソンが製作された。 ケイソンは作業桟橋に係留された浮きドック上で製作され、4段目までのコンクリート打設が終了した時点で浸水、コンクリート打設が進むにつれ、作業桟橋に沿って設けられた第1から第4までの打ち継ぎ場を移動しながら製作された。完成したケイソンは仮置き場に留置された後、タグボートによって栄光、所定の位置に据え付けられた。 泉作業基地への工事関係者の朝夕の送迎には、遊覧運行の前運用として、釜石市の総動観光船、浜百合が使用されていた。2011年3月11日に、東日本大震災に伴う津波により被災した。計村の一部が決壊、破損し、水面に留まるのは、北庭で2割、南庭で半分という状況になった。 総工費1200億円という拒否が投じられていたことから被災直後から分析が進められた結果、港湾空港技術研究所は浸水を6分遅らせたほか、沿岸部の津波高を13メートルから7から9メートルに低減させたという効果を試算している。一方で、防波堤を破壊した津波は市街地へと押し寄せ、市街地や建物の床上、床下浸水、また建物の倒壊、 流出など甚大な被害が発生した。釜石市全体での死者、行方不明者は1000人以上に上る。他の被災地と比べれば、少なくない建物が倒壊を免れ、街並みの面影が残るなど、被害を抑えられ一定の効果があったという評価も、ある一方、ハード面での防災には限界があることも指摘された。なお、遊覧船浜由利は、 東日本大震災発生時には大槌町のドックで定期点検中で釜石港内では被災しなかった。大槌町のドックを襲った津波により流された銅線は150メートル離れた2階建ての民宿の上に乗り上げた。その後、震災のモニュメントとして保存する動きもあったものの、下敷きとなっている建物が倒壊する恐れがあったことから、 震災から約2ヶ月後の2011年5月10日に、クレーンで地上に降ろされ解体された。釜石港、大船渡港釜石港湾港防波堤、世界最新、釜石の防波堤、津波浸水6分を遅らせる特集、見えてきた被害の全防 P12AB 支部屋和久。一定の効果はあった、釜石の湾港防波堤、日本経済新聞。 h t t p w w w n i c k e c o m スラッシュテックスラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュイコール 96958a9c93819499e1e3e2e2948 で 1e3e2e10e2e3e3e 2E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 2 大イコール 96,958A88,889 で 2E4E1E25E0E6E2E0E7E26E0E2E3E2E22E222222011 e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 , 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 e 年10月9日閲覧 AB 津波防災ハード面の限界路天湾工房でも防げず岩手日報 http://www.iwate-np.co.jp/.cgi-bin/.topn-ews.cgi2011402 に2011年10月9日、閲覧。高谷俊介。東日本大震災、家の悲しみ構石しで、合同慰霊祭、岩手。毎日新聞。 http://.jp 毎日エリア岩手ニュース 2011924ddlk03040031000 chtml 2011年10月9日閲覧遊覧船浜ゆり2ヶ月ぶりに屋根から撤去岩手2011年9月20日4時34分閲覧ありがとうございます